今回はワイルドリフトのダイアナを使ったミッドレーンでの運用をご紹介していこうかと思います。新シーズン新しい装備が、超能力プロジェクターというものが実装されましたが、それを使ったダイアナの動画も実はあるんですけれども、あまりにも、微妙すぎてボツになってますが、使った使用感先に言っておくとボツなので、完全に微妙なんですけど必要ですかね、もしどんな風になるのかいやでもかなり微妙だったんで、ちょっとどうなのかなとは思いますけど、一応あるというところでコメントで必要っていうのがある程度あれば載せようと思いますが、多分いらない、でも本当に微妙なので、これどっかの多分動画で言ったと思うんですが、超能力プロジェクターを使う場合、必ず鋼がマストで必要なレベルでないときついです。魔法力増加っていうところも含めてやっぱし微妙ですね。 HP をある程度盛らないといけないもんですから、そこの分を回収するためにも鋼ですね。で、ロアダイアナ、悪くはないんですけど、やっぱり征服者積まないといけなくなったりとか、ワンコン力がぐっと下がってしまうので、なんだかんだダイアナに関してはルーンは電撃ですね。で、装備に関しても、これ結構人によりだと思うんですよ。ルーデン作っていけないってわけじゃないんですけど、見てわかる通りダイアナ私荷上げするじゃないですか。なので荷上げする方であればルーデンはいらないですね。逆に1上げするんだったらルーデンでもいいと思います。ちなみにダイアナ自体はおそらくどっかのタイミングで1スキーがバフが入ってるような感じなので、1上げでもいいのかなとは思いますが、私がずっとおすすめしているダイアナ使いの方は、前シーズンソブリンチャレの2つのアカウントでダイアナ1、2をどこの差ばかわかんないですけどを独占している、めちゃめちゃうまいダイアナですが、今シーズンもやってるんですけど、めちゃめちゃうまいので、ぜひちょっと概要欄に貼っておくので、TikTok よくライブしてます。マジでうまいですね。なんで一度、その方見てみてください。マジ団地ですね。で、その方の信者なので、私は荷上げを推奨してるし、ビルドもその方を大体似てる買い方してますね。1上げするならルーデンあり、荷上げするんだったらルーデンなしですね。ルーデンない理由が、なんて言うんでしょう。ミニオンを使ったスイスイするときにルーデンだけだとそれを光栄に当てた時点でもう1スキで吹っ飛んじゃうんですよね。なんでミニオンを使った面白い動きが全くできなくなっちゃう、イレリアみたいな動きはできないんですよね。なんであんまり良くないと思います。それも気にしず茂みからズドンしたいんであれば、1上げルーデン OK。 ちなみに、今多分日本の人と一緒だと思うんですけど、ヤスオラブ3、4ベトナムの、結構前のシーズンから上位にいる方、今多分ダイアナで割と上位だと思うんですけども、最近は2上げですね。最初の方は1上げしてたっぽいですけど、最近は2上げでやってますので、やっぱり2ですね。パンチ力が団地なんですよ、2上げの方が序盤から。あと硬いし、飛びついた時とか1当ての後に2キャストして突っ込めばマジめっちゃ割れた時にすげえダメージが出るので、私は個人的に2激推し。1上げないことはないけど、やっぱり2ですね。でスキルの上げ方は2、1、3で上げます。いや、このところでここの押さなかった絵図ガチゴッドですね。これちなみに野良の方3パですね。絵図トップサポで私とジャングルが2パですね。今の話を見て、このタイミングで私配信、これ基本的にいつも配信の録画を後でこうやって編集してるんですけど、配信の時にも言いましたけど、この絵図押さないのはすげえっていうのと、コメントもやべえなこの絵図っていうので溢れてたんで、認識は合ってましたね。で、最後の画面覚えてたら今の絵図のスコア見てみてください。やっぱりこういうところに、なんていうの、このちょっとした、あんなに2ウェーブミニオン押さずにリコールするっしょって思うかもしれないですけど、あれができるやつできますね。今回、ジャックスのジャングルも周回がもうちょっと早ければマジで世界救えそうなぐらいゴッドなんですけど、1周目がマジで遅すぎる。ただこれまたジャックスの話、またちょっとダイアナの話あんまないんで飛んじゃうんですけど、ベトナムにいるトッププレイなのでずっとソブリンにいる方、カツケン君皆さん知らないかもしれないけど、カツケンゲームチャンネルようこそっていうカツケンさんがいらっしゃるんですけど、リフやってるけど最近はオナオブキン、オナキンやってますね。にめっちゃ似てるんですよ。ちょっと似てるって言うと失礼ですけど、似てるんですよ。が、ジャックスで多分今サバでランク1か2か3かそれぐらい入ってるぐらいジャックス使いなんですけど、めっちゃ強いですね。今ジャックスがめちゃめちゃ強いので、トップジャックス熱いですね。ジャングルでも悪くはないけど、とか魔法にした時のジャックスがぶっ壊れてますね。なんでまたちょっとこれまたどっかで魔法ジャックスの動画を上げないといけないなとは思うんですけど、マジやばいですね。ウルトでドーンやったら敵バーンって吹っ飛んでめちゃめちゃ硬くなるので、あれはすげえですね。
で、まあダイアナに関してはもう行くときに1当てようとすると6でもないことになっちゃうこと多々あるので、もう1振らずにポートレートして2-3で対象に突っ込んでワンチャンダゴーンってするぐらいでもう十二分に強いですね。当てるのに越したことはないんですけど、石振ったタイミングで犬のバレちゃうんでちょっと良くないですね。まあこういう時は当てに行ってもいいですけど、まあ割といっぱいいいダメージ出ますよね。ただ当てなかった時、月光マークつかなかった時の3スキのクールダウンめちゃくちゃ長いので、なるべくそこは当てるようにというか、まあ当てしくったらまあ終わってしまうみたいな感じになっちゃうのでマジで要注意ですね。まあ、見てわかる通りダイアナもキャラパがあると思うんですけど、最近あまりピック率高くないですね。で、ニスキが本当に素晴らしいので、まあ1バフされてだいぶ使い合って良くなったんですけど、やっぱり依然としてこの2がシールドが2回でバチンってめちゃめちゃ分厚いのが出てくれるのがマジで本当にグッド。ただまあちょっとポンすると挙動すげえ悪いので、ダイアナも基本的にはポンしず戦わないといけないですね。で、まあ、最初のキルもそうですけど、見てからやっぱり避けるのって難しいじゃないですか。今のザヤもそうですけど、必ずもう絶対どれでしょう、もう 100% とは言わないですけど9割9分9厘ぐらいな確率で3隙の跳ね戻すの分かってるので、もう先フラッシュですね。で、最初の安尾のキルのシーンも私フラッシュアウトすると思ってフラッシュこいたんですけど、フラッシュしなかったですね。まあでもそれぐらいな感覚でこれするよなぐらいなところで打てておけば、まあ、ギリギリになって死に打ちするよりかいいかなって、打ち切れず打つのか。なんで長くやってれば、まあ、大体キャラどのキャラがどんな感じのスキル打ってるかってわかるじゃないですか。なんでまあそれですね。例えばジャックスもそうだし、ザヤもそうだし、ただこのラックスのスキルマジ見にくいですよね、これ。まあ、こうやって今自分でリプレイというか、その声つけながらやってれば分かりますけど、やってる時この3なんで死んだのか全く分かんなかったですね、今。ラックスさんがまあポンしたからバロン方向に飛んでた、ただそれだけだと思うんですけど。あとフィオラも今多分強いですね。新装備があってめちゃめちゃ使い勝手良くなってると思いますが、あんまりなんかピック率高くはないですね。で、オブジェタイマー回ってないにもかかわらず、このタイミングでこれジャックスじゃなくて野草まで飛んできたんですよね。びっくりしちゃいましたね。一応まあダイアナエンチャントステーシス安定なんですけど、プロトベルトがあるとすげえ距離から突っ込むことができるようになるので、プロと3フラッシュ2-1みたいな、もうほんとめちゃめちゃおもろい挙動ができますから、私はもうプロとずっとですね。タンクにしようがしまいが基本的にはプロとを積みます。ただもちろん当たり前ですけど、ウルトをプロとで伸ばすことはもちろんできないので、そこだけは注意ですね。やっぱ避けにも使えて攻めにも使えて、かなりいいエンチャントですね。500円、てかまあステイシスが800円じゃなくて1000円は高すぎじゃないですかね。テレポートも800だし、全部500、まあ、でも全部500だと良くなかったっていうところから多分バランス見られてこういう風になってる現状だと思うんですけど、ちょっと1000円はマジ高いですね。ステイシスの雑談したら終わってまいりましたが、以上ダイアナミッドレーンでした。